当ですか、ありがとうございます。歩きやすい。どうもこんにちは、ヒョクです。こんにちは、イミニャグミだ。メイクさんに褒められる肌、相変わらず肌綺麗だねって褒めてもらいました普段肌のためにやっていること、ツルツルのゆで卵肌を維持してきた方法、実践してきたものをちょっと皆さんにシェアしたいと思います。今はもうスキンケア全部終わった状態です。もちろんファンデーションとか何もつけていません。スキンケアのみです。ですが寝起きの時の僕の水分と油分のバランス、こちらです。これが寝起きの水分と油分ですね。いや恐ろしいんですよ、寝てる時にすごい水分奪われるんですよね。数値見るとあからさますぎるぐらいの乾燥肌でして水分の低さ、それに対して油分はなぜこんなに多いかっていうとですね、実は寝る前に僕がいつもやっていることがありまして、水分はどうしてもやっぱ飛んじゃうんですよね。寝てる時ってただでさえ乾燥しやすいのに、まあなるべく部屋に加湿器をプラス寝る前にしっかり油分で閉じておくのが大事です。クリームとかエマルジョンとか、あとはスリーピングパックとか、スリーピング用のフェイスオイルとかを塗ってから寝ると、乾燥肌の人はすごくそれだけでだいぶ変わります。乾燥すればするほど肌も硬くなりますし、熱くなりますし、ターンオーバーも遅れるし、肌トラブルにもつながります。それらをなくすためにも油分とのバランスをとにかくしっかりつける必要があるんですが、乾燥肌の人は寝る前に油分をちょっと意識するだけでだいぶ変わります。そんな中でですね、どうしてもやっぱ吹き出物とか出る時ありますよね、肌にね。あるよねー、ね、ニキビとかね、大人になっても未だに出てくるもん。吹き出物とかが出たとしても基本はすぐなくなります。 2,3 日でだいたいなくなるんですけれども、まあ、それを早くなくすためにも歯科系を使ったり、あとはビタミンをとにかく取るんですけど、まあ初公開かな、ずっと飲んでいるものがこのレモナっていう韓国のやつなんですけど、美味しいですよ。ビタミンも取れるし、疲労回復にもつながるし、ただ子供の時によく飲むかな、どっちかというと大人になってからあんまり飲む人はいないかもしれない。で、あとはもう一つ、単純に肌再生をちょっとメインに取りたい時、肌トラブルで早くターンオーバーして早く綺麗に肌にしたいという時は、こういう歯科系のやつで、特に寝る前用の歯科スリーピングマスク、これ1個で1回分なんですけど、つけて寝るだけで翌朝だいぶ肌変わってますっていうのを寝る前にやってるんですけれども、基本はやっぱり普段の洗顔、クレンジング、スキンケアが何より大事です。で、毛穴、皆さん気になりますよね。毛穴見えないかと思います。はい、僕は普段から気をつけているからなんですが、メイクしっかり落とします。リキッドやオイルとか、あとはウォーターとかね。で、その後はもう一回洗顔をするのであれば、洗浄力の弱めのものでやってますね。基本は普通の洗顔フォームでやったり、ロゼットのやつとかね、もしくは普通の石鹸とかね。石鹸の方がやっぱり洗浄力は洗顔フォームに比べるとちょっと弱いんですけれども、その代わり肌にはすごく優しいです。で、あとはしっかり拭き取りの化粧水で水分のバランスも整えて、その後美容液、エッセンスですね、をつけて、もう一個別のエッセンスをつけたりとか、美容液足りないなと思ったらアンプルというものを使ったり、その後にパックをつけたり。パックは僕はもうちょっといいやつを使うようにしてます。やっぱなんだかんだね、高いには高い理由があるんだよねこの3種類は僕のおすすめですね。コスパを重視するのであればメディヒルのやつですね。メディヒルのやつでもちょっとこのアップグレードバージョンの方がワンランク上な感じで、僕はすごく気に入っています。最後に冬だったらエマルジョンやって、まあエマルジョン乳液なんですけども、乳液やってクリーム、それで終わりでもいいです。夏はどっちかだけの方がいいですね、基本は。特にオイリー肌の方の人だったら。で、それで予約終わって寝る前にちょっと肌トラブルが目立ってきたなっていう時は、さっきみたいにスリーピングマスクをしたり、あとはビタミンをたくさん取ったり、肌についてもし悩んでいる方がいたら、まずはスキンケアとクレンジング、あとはこういう基礎的なものをしっかりやってみると、割とそれだけでもだいぶ良くなります。というか最近はね、みんな肌綺麗な人すごく多いですよね。この前のペンミの時もみんなすごく肌が綺麗な人ばっかりで、まああとはやっぱり睡眠時間ですね。睡眠時間が短いとどうしても肌トラブルにつながりやすいので、僕は正直結構ストレスを感じやすい環境でもあるんですけれども、それでもやっぱり肌を綺麗に保ててる理由は
とにかくこの基礎的なものをしっかりやるようにしています。表面上もそうですが、こういうサプリでもいいですし、ビタミン剤でもいいですし、内側からもちょっとプッシュアップしてあげつつ、表面上のトラブルはなんか歯科系とか肌再生に効くクリーム系ですね。ここに今持ってきたのが僕が普段使ってるものですね。タイミングとか関係なく暇な時に飲んで、クレンジングバーム、最近バームハマってますね、このバニラ粉ので。僕の愛用品であるインスプリのスーパーボルカニッククレイマスク 2X で、拭き取り用の化粧水トナーですね。パウダーが入ってるタイプです。でその後スキンブースターをスキンとして使って、セラム、グリーンティーシードセラムで、その後ウェルラージュのヒアルロニック の、 あのカプセルセラムですね。これすごくセラムとして優秀です。めっちゃ肌もっちもちになる。でもう一個アンチエイジングのアンプル、肌の老化防止です。でそれが終わってようやくパックですね。ここまで全部水分系をやってたので、水分系のまんまパックをやって、ボタニックヒルボのリペアリフティングクリームですね、最後クリームとして閉じつつも肌もリフトアップして、肌トラブルがあった時の場合のみスリーピングパックをしてから寝ると。でこれらを今全部やった状態の簡易的なものですが、またこれで測ってみます。もう一度今から測ってみようと思います。見えるかな、水分が46の油分が30、これぐらいの割合が僕は普段のスキンケア完了時の肌の状態ですね。ここでもし僕がパックをしていたら、もっと多分水分も上がっていると思うんですけれども、まあ、今回はパックをしていないので、まあ、これぐらいかなという感じですね。これね、簡易的に測れるやつなんですけれども、オイリー肌なのか乾燥肌なのか混合肌なのかとかよくわからない方いらっしゃったら、簡易的ではあるんですけど、こういうのでも簡単には測れます。ただ絶対とは限らないですので、その辺はご自身のあれにお任せします。ほっぺた、額とか顎とかちょっと鼻の横とかを軽く測ってみて、全体的に水分の方が圧倒的に低いなと思ったら、あなたは乾燥肌です。私と一緒です。ただ僕は夏は混合肌気味です。鼻周りだけ、まあこれは多分みんなもそうだと思うんですが、もしくは全体的に油分がちょっと多いなっていう方はオイリー肌な可能性がありますね。で理想とされてるのは、水分が約 40% から 50% で、油分がだいたい 25% から 35% 前後が一番理想ですね。その理想の値になればなるほど肌は健康状態なので、もちろん水分とかね、いろんな環境はありますよ。肌のストレスとかもいろいろあるけど、紫外線のね、いろいろあるけど、そういうのを除いた場合、ターンオーバーを最も良くしてくれる環境にあるってことですね。はい、これでちょっと証明できたんじゃないですかね。数値でわかるからこそ、皆さんもちょっと信用度が上がったのかな、上がってくれたら嬉しいです。僕がビューティー動画よく発信しておりますが、一回信用してちょっと騙されたと思って同じようにやってみてください。絶対良くなります。特に乾燥肌の人は、コメントでもよくいただくんですよ。美容部員のものですが、しっかり知識もあって、この人の言ってることは正しいですみたいなコメントをいただくこともあって、僕自身ちゃんと勉強した甲斐があったなって思いますし、すごく嬉しいですね。あとは逆に肌が綺麗すぎて参考にならない点点点みたいなコメントもあるんですけど、いや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 、なんで綺麗を保ててるのか、これらをやってるからこそ綺麗を保てているので、騙されたと思って一回やってみてください。あ、一回じゃ無理だな、2週間。何よりも肌って継続が大事なので、週に2回ぐらいはちょっとしっかりディープクレンジングをやったりね、まあ皆さんもやってると思いますが、ピーリングジェルとか肌の表面上の古い角質をきれいに落としてみたり、あとはクレイマスクで毛穴の汚れをしっかり拭き取ってみたりとか、そういうのをちょっと週に2回はやりつつ、普段の基礎のスキンケアはしっかりね、丁寧に1個ずつやってみてもらえると、だんだんそれが習慣づけばもうあとは苦じゃないので、はい、ということで、皆さんもぜひよかったら真似してみてください。韓国人の、リアルなスキンケアの一連の流れですね。だいたいこれだけステップがある人も全然少なくないです。これぐらいが普通という人もたくさんいらっしゃるくらいなので、肌の状態が少しでも改善できたらまたコメント欄で教えてください。ということで以上、ひょくでした。バイバイ。
はい、後書きでございます。先日はですね、イーミンヒョクファーストファンミーティングお越しくださった方、惜しくも来れなかった方も含めて皆さん本当にありがとうございました。いやー、無事に終えられてよかったですその時にもいろいろと動画は撮っているので、これからね少しずつちょっと編集進めていって、何か不備なことがないかとかいろいろちょっと確認がいろいろと必要なので、それらすべて確認終わったらようやくアップロードになると思いますので、もうしばしお待ちください。そのライブ中に披露したものとかもちょっと、はい、今後載せられていけたらなとは思うんですが、少々お待ちください。それも含めてねあとそれ終わってから僕結構今もう肌かなり気をつけてますね。はい、ちょっと一回気が抜けちゃったけれども肌もう気が抜けないようになるべく気をつけています。うん、そして皆さんからたくさんプレゼントありがとうございます。ダンボール5箱届きました。はい、皆さんからたくさんの愛情をいただきました。びっくりした。朝の8時半、しかも8時半って早くないそんな早くから荷物届けに来る？ちょっとまだ全然見れていないんですけれども、これから、はい、時間見つけてちょこちょこ見ていこうと思いますが、開封動画はちょっとさすがに厳しいですね。量が量なので、はい、皆さん本当にありがとうございます。誕生日プレゼントから何から何まで本当にありがとうございました。これから、動画作りも頑張りつつ、そしてタレント活動、そして、その他僕のアイドル活動も含めて、どん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 活躍していけるように僕も頑張りますし、ぜひとも皆さんの応援が必要です。これからもよろしくお願いいたします。失礼します。